どうもメリッサです。今回はスピ解放 T 岡田選手を使ってリアルタイム対戦の方をやっていきたいと思います。この T 岡田選手、僕タイムスリップも通常も持ってなかったので、このオリックス純正のために急ピッチで4回もスピ解放してまいりました。もう本当に大変だったんですけど、まあ、称号もね、打撃を極めし者をつけてしっかり特殊能力も上げてきました。連発の方もね、いずれかは5まで上げてきます。現状のオリックス純正で糸井さんを持っていないため、このチャンスメーカーを持っている選手がこの T 岡田選手のみと僕のオーダーではなっていますので、この T 岡田選手をオリックス純正では1番で使おうと思っております。今回は12球団でやっていくんですけど、超パワーヒッター、チャンスメーカー、そして連発といった1番バッターにめちゃめちゃ向いている特殊能力の T 岡田選手を皆様にご紹介したくて、この動画を撮らせていただきます。去年登場している T 岡田選手はポジションがレフトで、まあ、田口さんと被るので今年のタイムスリップの登場はないかなと思ってるんですけど、超パワーヒッターチャンスサヨナラ男と僕の持ってる T 岡田選手とは全然違う能力になっているんですよね。まあ、それがまたね、まあ、どっちがいいかって言ったらちょっとわからない部分は多いんですけど、特殊能力を生かして今回はやっていきたいと思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。それでは1試合目の入っていきたいと思います。どうぞ。はい、試合目の方やっていきたいと思います。あ、ロッテ純正の方ですかね。まあ16連勝続いておりますので、なるべく連勝をね伸ばせるように頑張ってやっていきたいと思います。取れる、オッケー、ナイス。さあ、こっちの攻撃ですね。パワーヒッターが出ていくと、まずね、まあ、この写真がねめちゃめちゃ個人的にお気に入りなんですよね。ってことでスピ800アップした T 岡田選手の力見せていきたいと思います。うわ、惜しい。ちょっと待って。いや、風がなければワンチャン入ってたんじゃないか、今。もうパワーあるね。さすが。さすが T。オッケー、よく見た。さあ、気持ち切らず、しっかりチャンスメーカー、出塁していこう。役割果たすよ、この T は。よし、よく見た。パワーヒッター T。さあ、ホームランキングだぞ、こっちとら。ピッチャービビってんね。いけ。オッケー、ナイスバッティング。いやー、まあまあ無難に打ちやすいですね。まあ元々の能力がめちゃめちゃ高いので、まあ打ちにくいことはないかなと思います。チャンスメーカー、パワーヒッターとね、1番バッターとして使ってあげれば特殊能力めちゃめちゃ出ますので、オッケー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 。さあ、流れがいいね。まあ、初回先頭バッターが出るってことは、まあ結構ね、得点の期待値で言ったらめちゃめちゃ変わってきますので、まあ初回先頭打者、まあ一番打ちやすい選手を置くのが、まあ、ベストかなと。まあこれは鉄板かなと思います。最新のシカエム投手結構強いですよね。高速シュートを持ってるし、オッケーオッケー。流れですね。まあボール球ヒット、広角打法出てれば、まあボール球ヒットも楽勝だよということで、うわー、高速シュートオッケー。いや、今のうまく反応できた。この高速シュートが超高速フェードになるとめちゃめちゃ強いんで、まあここ最近の石川歩夢投手で言ったら、まあ、今年の石川歩夢投手が一番強いですね。まあ、昔はねシンカーじゃなくてツーシーム持ってる歩夢投手とかいたんですけど、まあ、ここ最近の中なら今シーズンのが一番強いと思います。 OK、 バコン。さあ、シングルヒット、あと1打でサヨナラってどこまで来ましたね。さあ、もうサクサクって終わらしちゃおうぜ。連勝中だし、サクサクっていこうぜ。サクサクっと、さあ、徳能を勝っていく。あー、ボールか。いやー、まあでも犠牲フライになるから、あー、まあ宇宙ソルダー、落ちろ落ちろ落ちろ。2試合目入りたいと思います。さあ、2試合目ですね。19連勝目をかけた試合となるんですが、まあ切り替えてやっていきましょうってことでね、まあ T 岡田選手の打席までカットしたいと思います。さあ、こっちの上ですね。さあ、 T、 パワーヒッティ、まあ、チャンスメーカー出なかったけど、則本選手はね、ホームランチャンスよ、実際。うん。オッケーオッケー。外配球ね。オッケー。流すよ、普通に俺は。あー、落ちないか。あーべ。オッケー、危ねえ。よし、ナイス。ナイスチャンスメーク。まあ、できればホームラン打ちたかったな。外配球、なんか外来るって分かると逆に打ちにくいな。ナックルカーブ。オッケー、ナイスバッティング。流し打ち警戒にはまるとこだったけど、まあ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 、まあいいバッティングだったんじゃないでしょうか。森本選手、ナックルカーブついてんのか。まあタイミングがあればね、タ
タイピングあればもっと強いんですけど、さあ、広角が強い。相変わらず落合さんだわ。落合ゲーやん。マジ、落合さんのせいで、プロスピキャラゲーとか言われてるからね。落合恐るべし。オッケー。さあ、いい感じですね。こんな感じの試合してれば負けないんじゃないか？なんか何点取られても大丈夫な気がするわ。いやー、早かった。ストライクで勝負しなきゃいけない投手なのでね。オッケー。最高。こうやって。あー、ラッキー。外野前進ラッキーでしたね。さあ、5人目のアーチスト、外。さあ、いい流れですね。いや、打率もね、やっぱ見栄え的には上げておきたいとこですからね。感はあるけど。落ちて。あー、ラッキー。オッケー。ちょこん。この最高だわ、このバッティング。そろ行きましょうか。おお、オッケーオッケーオッケー。分かってるやん。さあ、T。何も出なかったけど、まあ、素の能力が高いから。え？キッズさん、対戦ありがとうございました。はい、3試合目の方やっていきたいと思うんですが、まあ、せっかくなんでね、やっぱ純正でやろうかなってことで、純正の方に切り替えてきました。さあ、こっちの攻撃ですね。いやー、チャンスメーカーなかなか出ないけど、まあ、ホームラン打ったらよしとしましょう。いやー、危ねえ。ボール球、あ、全然ストライクだな。オッケー、狙います。いけ。うわー、このヒットさっきも見たな。さっきっていうか、一試合目もこういうヒット打った気がする。ですけどね。弾道がなかなか上がらん。オッケー、ノリさん完璧。まあ、結局アーチストがね、流し打ちホームラン打つにはアーチストしかいないわ。オッケー、かっこよすぎる。さすがマサタカ。この調子でちょっとオリックスでコールドできるんじゃないか。オッケー、かっこよすぎる。これがローズ。あ、ローズこれ、固有フォームかな。いやー、ボールか。やべ。4試合目入りたいと思います。さあ4試合目ですね。さあ先行引くことができましたけど、マジで何も出ない。特例は何も出ないけど、ホームラン打って終わろう。マジでホームラン打ってこの動画締めます。チャンスメーカー T 岡田、いけ。もう一回打席回すわ。悔しいわ。オッケー、オッケー、オッケー。もやかっこよすぎる。やばいね。よし、絶対実際に T に回す。まあ T に回してもチャンスメーカー発動多分しないと思うんですけど、まあ状況によるけどね。これでオッケー。オッケー。福田選手魂の二塁だ。落ちて。いやー、センターライナーか。落ちて。いやー、マジか。頼む。さあ頼む。ロメロメロ。オッケー、完璧すぎる。オッケー、ここ T だ。パワーヒー出てほしい、マジで。さあ繋いだ。うわ、なんも出ないやんけ。いけ。うわー、ちょっと早かったタイミング。いや、めっちゃ力んでるわ。オッケー。うわー。さあ頼む。チャンスメーカー出てマジで出ない。え、なんで、なんで出ないの。チャンスメーカー発動率 50%。 まあいいよ。まあ、ホームラン打てば、まあ、一件落着ということで。あれ？オッケー。いやー、うん、T さん以外で打てるなー。もや、あー、ナイスバッティング。こうやって、おいー、つながるね、打線。ワンチャンもう一回 T さん回ってこないかな。こうやって、オッケー、最強オリックス打線、やば。さあ2回の裏です。なんやかんやあって T にもう1回回っていきそうなので、この試合でさよなら決めて動画終わろう。結局ホームラン打てずじまい。あー、ミス。あ、チャンスメーカーってここで出るっけ。あ、出ないか。まあいいや、パーヒー出たんで一発狙える。オッケー、ナイスね。落ち着いて、落ち着いていこう。とにかくこの場面は出塁。あ、入ってるか。よし、よく見た。オッ
OK。 うわーマジでやった OK OK OK。 うわーマジでやったかっこよかったよかったよく粘った。5、6試合やったかな、結構粘りましたね。いやー OK、 なんか試合に勝った以上に嬉しいわ。マジでかっこよくないですか今のホームラン。もやナイスということでエンディング入りたいと思います。いやーマジで嬉しい、ありがとうございました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価のお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。